ようこそ犬との生活向上チャンネル、ドッグトレーナー瀬形です。今回はロングリードと五徳を使って愛犬のご褒美が人になるのか、それともおやつになるのか、それをテストをしてみようと思います。そしてそのテストのやり方だとか考え方、そこから導き出される答えで我々が愛犬に対してどんなことができるのかっていうのをお話ししていこうと思います。その前に今回は私のしつけ教室のお客さんから差し入れをいただいた、ありがとうございます。愛様、アレイさんも早速いただこうね。よかったね、こんなお肉ないよ。え、どうぞ。美味しいね。どうぞ。ポド美味しいやろうね。もう顔がすごい真剣よね。まあ私は柚子胡椒でいただきます。うまい、うまいな。うまい、ありがとうございますというわけで調理用のエプロンは脱いで、さあここからが本題。そしてアレイさん、もうちょっと仕事をしようまあアレイさんはね、お肉にしか目がいってないけど、こっちはこっちで仕事していく人の褒めとおやつ、どっちが一体有効なんだっていうことについて調べた研究があるのね。で、その研究の中ではファンクショナル MRI を使って脳をスキャンしようとしたの。何って言ったら、犬がずっと MRI でね、脳の血流を調べていますと、その時におやつを見せて、ね、脳が興奮するのか、飼い主さんが、ね、犬の視界に入って興奮するのか、脳が興奮するのか、どっちの方が報酬として脳がよりよく反応してるのかなって調べようとしたんやけれども、そもそもそのテストはやり方自体にちょっと問題があったっていうので一度中止になってる。なぜって言ったら、例えばもうアレイさん今ね、こうやっておやつしか、おやつっていうか食べ物しか目がいってないけどもおやつか飼い主さんかっていうテストをしているつもり、我々から人間からするとそういうテストをしているつもりでも、犬からすればおやつがある時なのか、それともない時なのかっていうテストに受け取ってしまう可能性があるねんか。そうなってしまうと、おやつなのかそれとも人なのかっていうのは調べたいと思ってても、おやつがある時なのかない時なのか、551がある時なのかない時なのかって、そんなテストになっちゃうねんな。犬がご褒美を人なのかおやつなのか、どっちを選んだのかがわからない。そちら、それらを見せてるだけじゃ、犬が適切な反応してるかがわからない。どっちに興奮してるとか、いまいちしっかりしないから別の方法を使いましょうっていう風なことになったのね。じゃあそれどういう風にするかって言ったら、犬に自分から選択をさせるっていう形を取った。どういうことかって言ったら、テストの中では通路を使った。どんな通路って言ったら V の字、こう V ってあるよね、このローマ字の V でイメージしてほしいんやけど、この V の字の通路を作って、犬のスタートは V の合わさってるここね、ここがスタートね。で、この通路がね、二つに分かれてる、ね、ポンポンって。で、片方の先にはおやつが置いてありますよ。片方の先には人がいます。それは飼い主さんです。飼い主が犬に背を向けている状態ですと。そういう風にして、犬にどっちか、片方の道だけ行ったら片方の結果を得られますよっていうのを作ったの。そうすることで、犬がおやつなのかな、それとも飼い主さんなのかな、人を選ぶのかなっていうのが報酬として分かるやんか。そういうテスト形式ね。テストの前にはトライアルっていうのを行う。何って言ったら、この先に行ったらおやつがあるよ、この先に行ったら人がいるよっていうのを体感させる。ね。そして、かつ偏りをなくす。例えば、こっち側だけの先におやつが毎回いる。こっち側の先に毎回飼い主がいる。例えば、毎回飼い主側に行ったとしようよ。人はでも、それを飼い主に行ったって勘違いするかもしれんけど、犬はこっち側のルートが好きかもしれないっていう可能性もあるやんか。だからその可能性も考慮して、人、おやつっていうのを固定化せずに、こうやって入れ替える。人、おやつであれば、じゃあこっちを入れ替えましょうか。こっちをおやつ、こっちを人側にしましょうかっていうのを何回も繰り返した。まあ大体20回やれば十分じゃないのって言われてる。その結果分かったことは、まあ大体の犬は半々ぐらいで行きましたよ。最初はゴールデンレトリバーのパールっていう子がね、テストトライアルしてくれた。その結果分かったことは、 70% の確率で左に行くけど、 75% の確率で飼い主さんを選ぶっていう、なかなか複雑な結果が出た。もちろんいろんな他の犬で試していけば、 100% おやつを選ぶっていう犬もいれば、7割8割飼い主さんを選ぶっていう犬もいた。ただ多くの犬は半々ぐらいの割合で落ち着きましたよっていうのが研究結果として出てきてん。このテストをして私たちが分かることは、犬、自分の愛犬がおやつの方がいいのかな、それとも褒め言葉の方がいいのかな、どっちの方が犬にとってご褒美になるのかなっていうのが分かる。多くの犬が大体半々の結果を選んだからといって、あなたのところの愛犬が半々の結果の犬かは分からないやんか。だからそれをテストしてみようじゃないかっていうのが私の提案ね。そこで使うのがこのロングリードと五徳ね。まあ別にこれらを使わないとできないかって言ったらそういうわけじゃなくて、私の場合は一人でやろうとしたから、どうしようとなって、あ、これ使えばできるわっていうのでやったの。
どんなことしたかって言ったら、V の字の通路は作れなかったから、部屋の中に私かおやつかっていうのを用意する。扉を開けて、別の部屋からアレイさんが入ってきた状態でどっちに行くのかなっていうのをテストした。テストする飼い主さんは、犬の方を向いちゃったらダメなのよ。犬の方を向いちゃったら、犬にね、こっち来てとかそういうメッセージが出ちゃうから、そうすると犬は呼ばれたから行くっていうことになっちゃうから、なんか、犬の方が飼い主、それともおやつって選んだんじゃなくて、見ちゃうと飼い主さんって無意識にこっち来てほしいから、アクションを送っちゃう、アクションを送っちゃうのね、こっち来てくれっていうアクション。そうすると犬がね、正しい選択をしたんじゃなくて、来た、人に呼ばれたから行ったよっていう結果になっちゃうから、それはしないように、犬の方には背を向ける。そういうことをしてテストを行った。この中にはご飯が入っているってことを教えてやるんやで。それではアレイさんのテスト様子をご覧ください。私がやってみた結果としては、アレイさんは最初に覚えた、何かで覚えたケースの通りに行っていく行動を繰り返すっていうのが分かった。ご褒美におやつなの、それとも褒めなのっていうのが、そっちよりも最初にアレイさん自身が何を覚えたのかな、どっちに行ったのかなっていうのが、おそらく意思決定、アレイさんの考えに大きな影響を与えたっていうのが分かった。今回のテーマからアレイさんの分かったことは、人はご褒美おやつでも褒める、よしよしでもどっちでもええと、それよりも一番最初にアレイさんがどんなことを体験したのかなっていうのが大きな鍵となる。テストから分かったことっていうのは、まあ左に行くことだけやったへんけれども、それをどう普段の日常生活の中で役に立っているのかな、使えているのかな、アレイさんがどういうふうにしているのかなって想像していくことが大事。アレイさんは一番最初の体験をよく記憶して、それを繰り返そうとする性質がある。っていうことは、一番最初の体験がとても大事なんだなっていうのが、ここからわかるわけ。そうすると、私なんかは、ああ、アレイさんっていうのは一番最初の体験が大事なんやな、肝なんやな、行動の鍵となるんやなっていうのが理解できるから、そこを大切にしようっていうのがすごく見えてくるよね。実験っていうのはこうして、目的、の結果も手に入るけれども、目的以外の部分を見つけるっていうものもすごく大事になってくる。そうすることで自分の愛犬への理解が深まったりだとか、自分のやるべきことが見えてくる。もちろんテストのやり方は二人暮らしとかやってね、お友達に手伝ってもらうでもいいんやけれども、一人の場合は私みたいにこうゴトゴトゴトってごとくをロングリードとごとくを使って手動自動扉みたいなのを作ってもらって、遠隔扉がやっていただけたらなと思います。まとめとしては、犬のご褒美に効果的なのはおやつなの、それとも称賛、褒め言葉なのっていうのは、半々ぐらいに落ち着く犬が多かったですよ。でもそれでも中にはおやつ 100% に行く犬もいれば、褒め言葉は飼い主さんに喜んでもらう、褒めてもらうっていう方を重視する犬もいましたよ。それはテストであなたがやってみないといけないですよ。テストのやり方は、扉の先に背を向けた飼い主さんとご飯の入った食器でも置いておいて、どっちを選ぶか、犬が選択するかを20回ぐらいやってみてテストしてみてね。明らかな方より人を選ぶ、おやつを選ぶ、ね、そっちが出ればそっちの犬がより多く取った方が有効的ですよ、効果的ですよ。そしてそれ以外の部分で犬に気づくことがあったりとか、応用できることを気づいてあげましょうよっていうのが今回のテーマでした。それでは次回の動画でもお会いしましょう。それじゃあねー、バイバイ。おちゅうカレーさん。